せいませ。お待たせいたしました。ただいまより両チームのラインナップ並びにアンパイアをご紹介いたします。先攻の一塁側、読売ジャイアンツ、1番ショート中山、ショート中山、背番号40、2番セカンド平田、セカンド平田、背番号093、3番ライト松原、ライト松原、背番号9、4番キャッチャー岸田、キャッチャー岸田、背番号27、5番ファーストたつき、ファーストたつき、背番号66、6番指名打者ウレーヤ、指名打者ウレーヤ、背番号098、7番レフト秋広、レフト秋広、背番号55、8番サード菊田、サード菊田、背番号60、9番センター岡田、センター岡田、背番号38、ピッチャーは山口、ピッチャーは山口、背番号17、34、高校の三塁側、埼玉西武ライオンズ、1番センター鈴木、センター鈴木、背番号46、2番ショート滝沢、ショート滝沢、背番号62、3番キャッチャー古賀、キャッチャー古賀、背番号22、4番サード宇、サード宇、昨日私が座ったら変じゃん。昨日62だった気がする。ラッド叩き、ラッド叩き、背番号73、6番指名打者中田、指名打者中田、背番号127、7番レフト小戸田と、レフト小戸田と、背番号115、8番セカンドカフト、セカンドカフト、背番号56、9番ファースト中山、ファースト中山、背番号50、ピッチャーはヘヘヘ、ピッチャーはヘヘヘ、背番号116。なお、この試合のアンパイアは球審川上、球審川上、塁審一塁の他、一塁に野田、三塁鈴木、三塁鈴木、更新記録員は荻野、記録員は荻野、以上をもって行われます。
試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。ただいまより両チーム監督によるメンバー表交換を行います。両チーム監督がホームプレートまでお越しください。表守備につきます。最後の西武ライオンズのバッテリーがピッチャーヘルーがキャッチャーコスメライオンズバッテリーがセカンドセカンドサードサードウーショート滝沢ライオンズレフトレフトコドナドセンター鈴木ラッパ、ペタピアンパイアは球審、川上塁審、一塁、野田三塁、鈴木公式プロフィーは、オギゴ以上をもって行われます。表読売ジャイアンツの攻撃は1番ショート中山ショート中山背番号40
2番セカンド平田、セカンド平田、背番号093。山口、キャッチャー岸田、内野ファースト佐々木、セカンド平田、サード菊田、ショート中山、外野はレフト秋広、センター岡田、ライト松原。
2回と表ジャイアンツの攻撃は4番キャッチャー岸田、キャッチャー岸田背番号27。5番ファースト達也、ファースト達也背番号66。6番指名打者ウデンヤ、指名打者ウデンヤ背番号098。7番レフト秋彦、レフト秋彦背番号55。8番サード菊田、サード菊田背番号60。2回戦はジャイアンツの攻撃が4番サンド、ウーサンド、ウー背番号39。5番ランド高木、ランド高木背番号73。
6番指名打者中田、指名打者中田、背番号125番。7番レフト子どもと、レフト子どもと、背番号115。攻撃は9番センター岡田、センター岡田、背番号38。松本。
4番キャッチャー岸田。ピッチャー堀岡背番号09の第4球と攻撃部9番ファースト中山ファースト中山背番号501番センター鈴木2番ショート滝塚4回と表ジャイアンツと攻撃部5番ファーストタツキ自分のあるかも。これで2本目だけ。体だけ。6番指名打者宇根山
7番レッド秋人。8番サンドキック。4回の裏ライオンズの攻撃は3番キャッチャー古賀。4番サンド、うん、5番ライト高木。バッターは6番指名打者中田さん。
8番セカンドパフォーの5回の表、ジャイアンツの攻撃は、9番センター岡田。2番セカンド平田。5回の裏、ライオンズの攻撃が1番センター鈴木。
三分キャッチャー五分。6回の表、ジャイアンツの攻撃は3本、ライト、松平。4番キャッチャー岸田。5分パンフォーサツキ6番指名打者ウレイヤ6回の裏、ライオンズの攻撃は4番、サンホ、ウーン
6番指名打者中畑。7番レフト児玉さん。選手の交代をお知らせいたします。レフト子供が通りまして岸。7番レフト岸、背番号68。ジャイアンツラッキーセブンの攻撃は7番レフト秋広。8番サンドキック。9番センター岡田。平野に通りまして北方。バッターは北方、背番号52。
バッターは北風が。うん。インターハイ。ピッチャーの交代をお知らせいたします。ヘレナに代わりまして、グフンピッチャー、グフン背番号23。何がピンチャーだね。バッターは3番ライト松原。ジャイアンツ選手の交代をお知らせいたします。代打いたしました北村がそのまま入りセカンド。ピッチャー堀岡に通りまして鈴木優。2番セカンド北村。ピッチャーは鈴木優、背番号068。以上に通ります。守備に作ってもらえただったら代打のまんまで終われば守備したのかもしれないけど、そのまま守備とか持って打てる。ライオンズラッキーセブンの攻撃は8番セカンドカフード。Thank you.
2番ファースト渡辺健人背番号8。78。4番佐保海。8回の表、ジャイアンツの攻撃は4番、岸田に通りまして、ヤコセ。バッターはヤコセ、背番号67。5番ファースト佐々木。
6番指名打者ウベイカ。7番レフト秋広。8回の裏ライオンズの攻撃は5番ライト高木。6番指名打者中川。7番レフト岸。68。ライオンズピッチャーの交代をお知らせいたします。クモンに登録してバフがピッチャーバフが背番号40。表ジャイアンツの攻撃は8番サンコキック。9番センター岡田。
2番セカンド北風が